イズ。この人は怒ってふぐれつらをしてるんでしょうか、それとも口いっぱいによだれを溜め込んでいるのでしょうか。さあ始まりました、クイズ。この人は怒ってふぐれつらをしてるんでしょうか、それとも口いっぱいによだれを溜め込んでいるのでしょうか。早速ですが第一のヒント、飲み物を断った。この炎天下の中冷たい飲み物を断ったのはなぜか、よだれを飲み下してしまうからか、それとも怒っているからなのか。それでは第2のヒントです、謝られても膨れたままである。これは一体どういうことでしょう。よほど腹に据えかれているのか、それとも怒っていないからなのか、お分かりでしょうか。それでは第3のヒント、ポケットにレーズンが入っている。ああ、もうレーズンといえばもうこれでお分かりになられた方もいることでしょう。そうです、正解は口いっぱいによだれを溜め込んでいた。それは大好きなレーズンを飲み込んでしまいたくなかったからが正解です。簡単でしたね。それではまた次回のクイズ、この人は怒って膨れつらをしてるんでしょうか、それとも口いっぱいによだれを溜め込んでいるんでしょうか、でお会いしましょう。それではさようなら。